みこしの飾りや灯籠などは子どもたちが制作しております。力強くみこしを担ぎながら、さまざまな思いを灯籠に込め、灯籠の明かりを灯しております。また本日は山川太鼓保存会の子どもたちも一緒に参加しています。子どもたちの熱意と思いを感じていただき、会場の皆様もご一緒に、はーい、灯籠の掛け声をかけて、温かい応援をお願いいたします。僕たちは大きくなったら、きっと本物の上がり灯籠を担ぎます。僕たちは山鹿灯籠祭りの本当の主役になる日まで、これからもずっと見守ってください。僕たちはまた来年も子ども上がり灯籠で頑張ります。皆さんもまた来年もぜひお越しください。ありがとうございました。子ども上がり灯籠、子どもアナウンスは柳ヶ小学校6年生の阿蘇市内優斗君でした。どうぞ皆様、大きな拍手をお送りください。